そうなんですか、はい、もう今は無理やりあれですけど、はい、火曜日もそうだったんですけど、後半もすごいかすれてきちゃって、はい、あ、そうですか、全然変わっ、違いません、いや、全然わかんないです、本当ですか、わかんないです、なんかあれですかね、はい、本人が気にしすぎなんですかね、でも私なんかすごい鼻声とか枯れ声で、はいはい、もうなんか今日も申し訳ないなと思いながら、いやいや、そうなんですけど、いつもだから綺麗な声で、いや全然なんですけど、もうなんか本当に後半ちょっと出なくなってきちゃうので、はい、でもやっぱりあのケアするんでしょ、やっぱり、あんまりし、私ねしないです、そんなに、でも、はい、ちょっと喉がだから痛くなり始めてから、はい、もういっぱいスプレーしたりのど飴したりするんですけど、あ、そうですか、それまで普段とか特にしないので、はい、ね、ダメですよね、あ、そうですか、でもで今しなくてもそういう形で、いや、ね、常に同じような形で、すごい適当人間だから、1年に 1,2、はい、回はこうやってつ、はい、あのなんか枯らしちゃうので、はい、多分ね、あの、はい、もっとちゃんとしていらっしゃる方なんかはそういうことないと思うんですけど、はいはい、全然そんなしないので、ね、今、気胸灯って喉に効く、あ、はいはい、ね、はい、あ、そうなので、ちょっと何日か飲むと、あれ飲んでると、はい、すごい痛くなる、はい、手前で収まるので、はい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 、でも最近したんですけど、はいはい、そうですね、この間あの新宿でもやっぱりあの声優の方、うん、患者さんで来て、やっぱり気胸灯、はい、されました、はい、あの気胸灯ってもう指名ですよね、やっぱり今あのインターネット、インターネットでもいろいろ情報が取れるじゃないですか、それでもう決めて気胸灯ください、うん、